グルテンフリーというのをおすすめします。小麦粉をオフするとむくみが取れたり見た目がすっきり見えたりもします。まず主食っていうのはお米に置き換えるということです。噂の神田の山中です。便秘やニキビ、体の不調でお悩みを抱えている方非常に多いと思います。普段の生活で食事や睡眠、運動、そしてスキンケアなどいろいろな生活習慣に気をつけているにもかかわらず肌荒れやニキビ、便秘がなかなか改善しないという方々に向けての今日は動画になります。長年の便秘だったりニキビ、肌荒れに悩まれている方にはグルテンフリーというのをお勧めします。健康志向が高まるこのご時世なんですけど、グルテンフリーという言葉を聞いたことあるっていう方々は非常に多いと思います。近年ではスーパーだったりパン屋さんだったりカフェなんかでもグルテンフリーの食品を扱っているところは多くなってきました。グルテンフリーとはその名の通りグルテンを含まない食品のことです。ではグルテンとは一体何なのか、そしてグルテンを含まない食生活をしていくと体にどんな影響効果があるのかを今日は解説していきます。まずグルテンとは何かについてなんですけど、グルテンとはタンパク質の一種であります。小麦や大麦、ライ麦といった穀物から生成されるタンパク質のことを言います。グルテニンとグルアジンというタンパク質が小麦粉なんかに含まれているんですけど、水を加えてこねることでグルテニンとグリアジンが絡み合ってグルテンとなり、粘り気や弾力性が増します。パンやパスタなどにあるもちもちとした食感っていうのはグルテンによるもので、ピザやお好み焼き、天ぷら、お菓子、カレールーといった小麦粉を使用した食品に多く含まれます。お米をですね、主食としている日本人でも比較的口にすることが多い成分となっています。次にグルテンが及ぼす影響についてお話しします。日頃摂取する機会が多いグルテンですが、体質によっては体の中で消化不良や便秘、下痢、アレルギー反応を引き起こす可能性があると考えられています。そもそもグルテンっていうのは人の消化酵素ではなかなか分解されにくく、分解途中の物質が炎症を起こしてしまい消化吸収機能の障害を引き起こされると考えられています。一般的にグルテン過敏症やグルテン不耐症と呼ばれているグルテン関連疾患は、ある特定の遺伝子型を持つ遺伝性の自己免疫疾患や原因が未だに明らかではない疾患などが含まれます。腹痛や便秘、下痢などの消化器症状、消化吸収の低下による栄養失調、思考力減退や疲労感などの様々な症状をもたらします。偏頭痛や月経前困難症、自己免疫疾患につながる可能性があるんです。次にグルテンを抑えた方がいい理由についてお話しします。なぜ小麦粉オフが必要なのか、そして手軽さゆえに口にしてしまいやすい小麦粉の代表パンやうどんなどを控えるべき理由っていうのを解説します。1、血糖値を急上昇させやすいからです。糖質である限りパンだったりご飯もなんかもですね、食後の血糖値というのは上がりやすくなります。ただパンのように精製された小麦粉っていうのは粒が小さいため、その分吸収も早くインスリンの過剰分泌が起きます。すると糖分を脂肪として溜め込んでしまいやすいんです。一方お米っていうのは粒が大きいために比較的穏やかに消化吸収されます。和食は品数も多く、口内調味といってご飯とおかずを口内で混ぜ合わせて食べることで血糖値が上がりにくいんです。たとえパンを食べる時であっても単体で食べないことが重要になります。2番目、体を冷やすからです。東洋医学の考え方では麦は体を冷やす食材となっています。さらにパンやうどんなどの小麦を加工した食品っていうのは、その過程でビタミンだったりミネラルだったりですね、代謝に必要な栄養素っていうのが失われていきます。栄養の吸収が悪いと代謝が下がってしまい冷えやすくなります。冷えとむくみっていうのは更年期世代の女性の方々に多く見られる症状であって、冷えると体内に水分を溜め込みやすくなるので、小麦粉をオフするとむくみが取れたり見た目がすっきり見えたりもします。3番目、消化不良を起こしやすいからです。アメリカでは小麦に含まれるグルテンにアレルギーを引き起こすセリアック病っていうのが130人に1人いると言われています。
それほど重度でなくても消化不良だったり栄養素の吸収阻害、便秘、下痢、慢性疲労感など不調を引き起こす場合があります。私たちの体っていうのは精製加工された食品っていうのを消化するっていうのが得意ではありません。消化されない食べ物は腸の内壁にこびりつき栄養の吸収を妨げたり体を冷やしたり代謝を低下させる原因にもなります。4番目、加工食品だからです。お米は大抵そのまま食べることができますが、小麦は加工段階を経てパンになります。加工段階では質の悪い植物油脂やマーガリン、漂白剤などの添加物も含まれています。油などの副材料にも多くの添加物が使われますが、表示義務っていうのがありません。菓子パンなどは体にとって不要な成分がどれだけ入っているのかは計り知れないんです。加工度が高いほど体にとって不要な物質が多いことを留意したいものです。次にグルテンフリーによって得られる効果っていうのをお話しします。グルテンフリーという言葉の概念っていうのは、世界的な有名なテニスプレーヤーでもあるノバク・ジョコビッチ選手がグルテンフリーの食事にしたことによって体の調子が良くなったなどとコメントしたことから世界中に広まりました。ジョコビッチ選手はグルテンに対し過剰な免疫反応を起こしてしまう体質だったんですけど、同じようにグルテンが体質に合わない摂取を抑えることで健康回復につながる人も多いのではないかということで注目されるようになったんです。グルテン過敏症の人がグルテンフリーにすることで便秘や下痢の解消、腸内環境の改善などの効果があると言われています。腸内環境が整えば肌荒れだったりニキビなどの肌トラブルっていうのも改善する可能性もあるんです。またグルテンの影響で倦怠感や疲労感などある場合もグルテンフリーで改善される可能性もあります。もちろん体質など個人差などで一概にグルテンフリーで改善するということは言い切れませんが、自身の食生活っていうのを見直してもいいかもしれません。患者さんの中でもグルテンフリーにしたことで肌荒れやニキビの改善、便秘の改善っていうのを見られた方が非常に多いですので、今一度ですね、自身の食生活っていうのを見直してください。ただグルテンフリーっていうのはメリットだけではなくてデメリットもあります。私たちの身の回りっていうのは小麦粉が含まれる製品に溢れかえっており、グルテンを摂取しないようにするということはかなり難しくなります。グルテンの摂取量を減らしただけでも効果を実感する人は多いため、ストイックにグルテンを避けるのではなく極力小麦製品を選ばないという程度の緩いグルテンカットっていうのを実践する人が多いです。そしてグルテンフリーの最大のデメリットっていうのは、美味しいものを美味しく食べられないということです。パンやピザ、ケーキなどの美味しさの源っていうのはグルテンなんです。グルテンの含まれていない米粉パンや米粉のヌードルっていうのは小麦のものと比べるとどうしても味っていうのは落ちてしまいやすいです。まあでも最近は加工技術が進んでいっているので、年々美味しいグルテンフリーの食材だったり食品っていうのは増え続けています。ではグルテンフリーはどのように実践すればいいかということなんですけど、現代の食生活ではグルテンが含まれる食材の普及率が高いため、それらを避けて食事をするっていうことは簡単ではありません。ではグルテンフリーを意識する際にどのようなものを摂取すればいいのか、置き換え可能な食事やグルテンを含まない食材を今から紹介します。まず主食っていうのはお米に置き換えるということです。グルテンが含まれる食材っていうのは主食が多いというイメージですが、古来からの日本の主食であるお米っていうのはグルテンは含まれないため、お米を主食とした生活にチャレンジするといいでしょう。グルテンフリーを意識するあまり主食を食べないという選択は危険ですので、それだけはしないようにしてください。栄養が偏ってしまったり空腹によるストレスを抑えてしまったりしては本来の目的である健康にはつながりません。食べないのではなく置き換えるっていうことを念頭に置いてグルテンフリーを行いましょう。短めなお米だと比較的簡単なのでないでしょうか。次に小麦粉は米粉で代用するということです。近年では米粉を使用した製品も多くあり、グルテンフリーで様々な料理を楽しめるようになってきています。パンやお菓子作りにも欠かせない小麦粉ですが、米粉を代用することによりもちもちとした食感が楽しめるといって今人気を集めています。その他揚げ物の衣がサクサクっとした食感になったり、いろんなところで料理に代用することが増えてきました。その他グルテンを含まない食材としては卵や肉、野菜など、あとは果物なんかにもグルテンっていうのは入っていません。
またトウモロコシやそば、豆類などの穀物の中でもグルテンを含まないものはいくつかあります。オメガ3脂肪酸などの良質な油なんかでも摂取することができるので、おやつに人気のナッツ類もグルテンフリーの食材となります。スイーツで人気のタピオカだったり、スーパーフードのキヌアなどももちもちとした食感で腹持ちもいいですが、グルテンは含まれていません。インターネット上にはグルテンに関する情報がいっぱいあるんですけど、まあ、研究が進められている状態なんですけど、体質によってはグルテンを抑えることによって長年の便秘だったり下痢、慢性疲労感、肌荒れ、ニキビなんかですねが改善するという可能性も十分に考えられます。小麦粉を控えた和食中心の食事をすることによってグルテンを減らすことはできるので、気になる方がいたら一度試してみてください。これからもこういった健康情報、美容情報を配信していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。アメリカでは小麦に含まれるグルテンにアレルギーを引き起こす、セレ…なんもない、見ちゃった。聞いていますよ、どうぞ。セリアック病っていうのが130人に1人いると言われています。